3月23日土曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図から確認していきましょう。大陸から低気圧や前線が接近するため雨が降るところが多くなります。お天気の流れで確認していきましょう。西日本から中部エリアにかけては雨、内陸山沿いでは雪が降るところもありそうです。また関東から東北南部にかけてはお天気が下り坂で、お出かけの際に降っていなくても雨具があった方が良さそうです。予想気温も確認していきましょう。北日本や東日本では朝は冷え込むところが多くなります。日中は雨の割には気温が高めで過ごしやすい体感のところが多くなりそうです。以上、全国のお天気をお伝えしました。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。